はいどうも、田原元成です。この動画ではチューリップ賞、こちらの注目馬やっていきたいと思っております。例年だったらね、阪神ジュベナイルの勝ち馬とか、まあ上位入選馬が来てあっさりここも勝ってしまうという、そんなケースが多いんですけれども、今年はそれが不在ということで、結構波乱のね、そんなやつを呈している、そんな一戦だと思っております。この動画何か参考になっていただければ、そう思っておりますので、ぜひ最後までご視聴の方でよろしくお願いいたします。はい、まず取り上げたいのがアンリーロードです。この馬なんですけれども、新馬戦がね、僕かなり優秀だったとそう考えているんですね。新馬戦、当時2着に敗れてしまったんですけれども、マリサン・ハロンが33秒台、それ以上に強調したいのは勝った馬でして、当時勝った馬がライト・クオンタム、これが後に非ボバ相手の新山記念勝利する、そんな馬でもありました。まあ、前走それは勝つよねというそんなメンバーだったんですけれども、逆に言うと前走、距離伸ばしたんですけれども、1008ちょっと危ないですね、この場。ギリギリというか、そんな感じではあったんですけれども、反対に言うとね、東京1600メーターとかそういった広いコースで上がりが出るようなシチュエーションに関してはね、この場はかなり適正として生きるようなそんな印象が伺いました。今年ちょっとね、やっぱ例年で言うと未勝利組って、チューリップ賞なかなか構想難しい印象はあるんですけれども、今年はちょっとメンバーレベルで言うとね、まあ、阪神ジュベナイルフィリーズ上位馬がいないというそんなところでもありますので、この馬を持っている適性、マイル戦で上がり3波の33秒台で使えること、加えまして阪神も勝っている、その適性考えるとね、この舞台でもそんなに評価下げすぎないようにしたいようなそんな一頭だと思っております。はい、カフジキヤッキエレです。ちょっと難しい名前ですね。これ全然よくわかんなかった一瞬。という感じなんですけれども、このままですね、前走が叩き2戦目。そんな阪神マイル戦だったんですけれども、今度は鮮やかな叩き一辺を果たしたというそんな一戦でした。当時は今回と同じね、阪神1600メーターということなんですけれども、改めて前走を振り返りますと、この馬が使ったアガリサンハロンが34秒0。こちら上がり最速だったんですけれども、それ以上にね、上がり3波の2位だった馬との差が0秒8ということで、いかにこの馬の切れ味がずば抜けていたか、そんなものを示す一戦でもありました。今回なんですけれども、いきなりの重賞挑戦。普通に考えたらむずいというね、そんなシチュエーションではあるんですけれども、これも、やっぱ今年のメンバーレベルで言うとね、そんなに高くないというものは前提にあります。で、そうですね、まあ、この馬に関して言うと、やっぱ前走がマイル戦で、阪神マイル戦で決め手を発揮したという、そこって結構ね、阪神、この舞台での生きる部分だと考えておりますので、前走と同じように、こう、インとかね、そういった部分もついてしまえば、昨年のピンハイ的な、そんな激走があってもおかしくないというふうに考えております。はい、次ではコナコーストですね。この馬なんですけれども、前走が夏競馬以来の実戦だったんですけれども、エルフィンステークス。こちらの方でね、まあ、逃げ馬が勝ったというそんな展開を、ガリサンハロ2の足で突っ込んで、2着に入りました。まあ、前走が初めての広いコースというか、そんなとこだったんですけれども、そちらも難なく対応できた。まあ、これ走る北三ブラック3区の特徴といいますか、まあ、ガリサンハロ33秒台での構想力あるかないか。まあ、これ結構重要だと考えておりまして、まあ、イクイノックスとかね、そういったところを満たしていた、そんな条件となっております。で、まあ、そんな前走を経ての今回なんですけれども、前走がちょっとね、まあ、久々の競馬だったんですけれども、まあ、体重で言うとマイナス10キロぐらいですかね、それぐらい減ってしまっていた。冬競馬だったら正直増えて欲しかったです。そんなところも正直ありまして、まあ、この、まあ、自身で言うとね、やっぱ前走からで言うと間隔はめちゃくちゃ空いてるわけではありません。まあ、そこの調整の難しさっていうのはね、当然あるとは思うんですけれども、前走でこの馬が満たした、そのポテンシャルの高さというのはね、一つ見逃せない材料だと思っておりますので、まあ、印としてはね、必要かなというふうに考えております。はい、ダルエスサラームです。2走前と前走、この2戦で中京芝1400メーター、ここを続戦したという一頭ですね。この前走ちょっと渋ったような、そんな馬場コンディションだったんですけれども、そちらの方で勝利を収めた、まあ、ダイヤメジャーっぽいというかね、そんなパワー型の、なんならね、フィリーズレビューとか行ってほしかったんですけれども、まあ、そういったところで今回参戦となっております。まあ、この馬、新馬戦が1200メーターでして、1006も対応して、前走2走前が1400メーター。結構距離適正の幅の広さっていうのは魅力ではあるんですけれども、じゃあなんでそもそも、陣営が夏の1200メーター。これ、将来的にスプリンターになるしかないというそんなルートなんですけれども、そちらを選択したかというところで言いますとね、やっぱ陣営としては、距離適正としては1002から1400メーター。ここがベストなのかなというふうに睨んだのだと僕は考えております。まあ、コース適正に関して言うとね、未勝利戦この舞台勝っているので全く問題ないです。ただ、このチューリップ賞っていうのはね、結構後にオークスとかそこまで見据えてもおかしくないような、そんな馬が出走する一戦ですので、まあ、今回に関してはね、まあ、実績では割と上位かと思うんですけれども、まあ、これぐらいの評価が妥当かなというふうに判断をいたしました。はい、続いてはドゥーラです。この馬なんですけれども、目下6年連続で勝利中の前走阪神ジュベナイルフィリーズ組、それに該当する唯一の馬というふうになっております。
で、このまま実績で言うとね、もう札幌2歳ステークス、ボバ相手に重賞を勝っている、もうそこは全てと言えるかもしれないんですけれども、前走改めて振り返った時に、前走ちょっと6着ですかね、それぐらいになってしまったんですけれども、スタートで、まあ、後手を踏んでしまったというところがあって、直線でもね、なんとかして、ロスの少ない場所を通ろうと思ったんですけれども、それでも、ちょっとね、スムーズさ、あくまでこうなんだろう、外からズドンと行くような足でもなかったんですけれども、まあ、結果的に上がり3からの最速、バグを縫うような感じでマークをしておりました。まあ、仮にスムーズに運べて、まあ、リバティアイランド的なね、そんな位置取りさえ取れれば、ある程度はね、もっと、掲示板内に入ったと思うんですけれども、その難しいところで言うと、やっぱ前走スタートを失敗してしまったこと、これやっぱそういったね、キャリアの浅い3歳馬においては、ちょっと展開を左右してしまう、そういったところであるので、なかなか信頼度としては難しい印象も正直言ってあります。あとこのままで言いますと、上がり3波の33秒台のね、そういった切れ味をまだ使ったことがない、そこは事実ではありますので、まあ、この馬が持っている実績を評価しつつも、まあ、これぐらいのね、評価というふうにさせてください。はい、バースくらいです。この馬なんですけれども、新馬戦がこの舞台阪神 1600m で制したというそんな一頭ですね。で、前走購買ステークス、こちらが中距離の 1400m だったんですけれども、距離短縮ローテで、こちらの方で上がり3波の最速2着、まあ、距離適正に関してはね、まあ、結構母系がなより距離が短いような印象がありますので、そこを考えるとね、やっぱ専用に縮めたことっていうのは陣営の一つの、この馬に対する評価基準なのかもしれません。で、その前走なんですけれども、距離短縮でちょっとスタートで後手を踏むような感じはあったんですけれども、それでもね、まあ、道中結構前に行く馬を引っ張ってくれて、しかも外差しがかなり効くという、そんな馬コンディションでしたので、結果的に好走を果たした。まあ、当時そうですね、まあ、結果オーライというね、そんな言い方になってしまいますかね。まあ、新馬戦見る限り1600でも全然良かったと思うんですけれども、当時が馬場は結構良かったこと、加えましてそこまでなんだろう飛ばす馬がそんなになかったのかな、まあ、そんな感じではあったんですけれども、まあ、そうなると今回はちょっと当時前走を結構早いペースを経験した後の今回の折り合いですね、そこに関して少しだけ不安はあります。まあ、ただ舞台としては前走よりも広いコースの直線の長い 1600m より馬場の綺麗なね、そんなところが合っている印象ですので、まあ当然ノーマークにはできないというふうに考えております。はい、ペリファーニアです。この馬なんですけれども、お兄さんが G1 3勝馬エフフォリア、かなりの良血馬でして、当時デビューした時がね、有馬記念と同じようなそんなヒデのデビューでした。まあ、前走そんな良血にたがわぬパフォーマンスを発揮したわけなんですけれども、まあ、普通は条件戦使うよねっていうそんなローテーションなんですけれども、果敢に、関西圏の重賞に挑むというそんな運びとなっております。これをどう捉えるかなんですけれども、正直言うと前走のパフォーマンス自体はね、僕の中でそこまで、鮮烈なものがあったかというと、正直言ってイエスとは言い切れません。なので、まあ、アネモネステークス行ったら確証級かなとは思っていたんですけれども、今回ちょっと未知の舞台に挑むというね、これちょっとどっちで取るかなんですけれども、もしかしたら陣営自身がね、もうこの舞台でも全然一足飛びに行けちゃうよという、そんなところでの確信があっての参戦という可能性も否定はできません。ただやっぱ前走の見た目だけで見てしまうとね、そんなにめちゃくちゃ強調できる面って難しいところではありますので、まあ、諸々の全てを考慮してもね、ちょっと今回は抑え程度というかね、そんな感じとしてとどめさせてください。はい、マラキナイアです。新馬戦勝った後はね、ちょっとアルテミスステークスと前走、中山使ったんですけれども、いずれも県外という、ちょっとなかなか難しいような競馬が続いてしまっているんですけれども、僕はやっぱこの馬の新馬戦のパフォーマンス、こちらかなり優秀だったというふうに捉えております。当時が、勝ち時計1分34秒7だったんですけれども、2歳6月でね、確かに馬場のいい中距離ではあったんですけれども、それを差し引いてもね、やっぱ1分34秒台ってなかなか、2歳の6月で掲示できる時計ではありません。で、その後、アルテミスステークス臨んだんですけれども、結果的には、後に阪神ジュメナイルを勝ったリバティアイランドと0秒2差ということでね、そんな大負けしているわけでもない。じゃあ果たして前走何だったんだという、そんなところはあるんですけれども、当時がね、もうスタートして結構道中から追っつけ通しというか、まあ、ああいった小回りコースでね、なかなかこう急かしてしまうような、そんな条件だとこの馬にとってマイナスと言わざるを得ないというね、そんなところが出てしまった、そんな一戦でもありました。なので今回、まあ、かなり果敢な挑戦だとは思うんですけれども、少なくとも新馬戦を勝った、中京の舞台、中京戦六の時のように結構広いね、そんな直線の広いコースだと、まだこの馬は見かけれないと僕はそう考えております。なので、ね、今回の舞台なんですけれども、暇なとかかもしれないんですけれども、まあ、ひょっとしたら、結構そういった車台系の休み明けって僕3歳の春で重視するんですけれども、それをプラ加味した時に結構上位に来てもおかしくないというふうに考えております。はい、ルミノメテオールです。2002勝で臨むというそんな一頭なんですけれども、この馬が勝った前走津波騎乗、こちらかなりのハイレベルレースだったというところをまず取り上げたいと思っております。
当時、2着馬、3着馬、5着馬、これが実を芝レース使ったんですけれども、いずれも勝利を収めていた。その中には結構後にオープンクラス勝つような、そのうち2勝か、そのうち2勝がオープンクラスを勝ったということで、相当レベル高いという、まずそこだけはね、お伝えしたいというね、そんなところでございます。で、この馬ともう一個の特徴といたしましては、新馬戦も2戦目もいずれも上がり3波の33秒台でした。つまりやっぱりそういったね、このチューリップ賞って勝ち馬の上がり3波の33秒台がまずデフォルトという、そんな状況になっておりまして、まずそこを使える可能性を一つクリアしている、ここはねかなり強調材料だと僕は考えております。今回は 1400m 2戦使われて、右回りの 2600m、課題としてはね、やっぱ少なくないという印象は正直あるんですけれども、やっぱ前走のレースレベルとかね、そこ考えるとここでもノーマークが禁物というふうに僕は考えております。はい、以上でチューリップ賞の注目馬は終了となります。この一戦なんですけれども、結構血統とかね、そういったところを僕注目しておりまして、まあディープ系とか、そういったあたりにかなり分があるような、そんな注目馬となりました。この動画が何か参考になったら、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。